こんにちは、シエルです。この度私警察官になりました。それがこちらです。はい、ということでこんな感じで警察官になりました。こちら警察官の方にお借りした本物の制服です。今月ですね、マジシャンとして防犯イベントに出演予定で、その時に、警察官の方からこの衣装をねお借りして、でその制服を着て、マジックショーをするというお仕事があるので、それに向けてね今いろいろ動いているんですけれども、こんな感じでね制服をね着させていただきました。なかなか本物のね警察官の制服着る機会っていうのはないと思うのでね、すごいありがたいな、貴重だなと思いながら着用させていただいたんですけれども、実は私警察の方から、制服をお借りするのは人生で2回目で、数年前にですね、1日警察署長というのを務めさせていただいております。それがねこちらです。はい、この時はですね、大宮の一日警察署長を務めさせてもらったんですけれども、一応マジシャンのお仕事だったんですが、街中をですね、この制服を着たまま、こんなね、すごい大きいね、横に長いね、横断幕みたいなのを持ってね、こうパレードさせてもらったりとかして、街行く人にこうやって手を振りながら、誰って感じなんですけど、そう。そんな感じでね、一日警察署長というのもね、以前させてもらったことがありまして、で、今回は、防犯イベントに出演ということなんですけれども、その時に、マジックショーさせていただくのと、記念撮影みたいなちょっと撮影会があるらしくて、それに向けて、ちょっとね、制服っていうのかな、それもね、何パターンか着用する予定です。で、イベントに関しては、ちょっとまだね、詳細が出ていないので、イベントに関する情報は、私、マジシャンシエルの SNS、Twitter、Instagram、 こちらを見てもらえると嬉しいなと思います。こちらでねいろいろ告知していきたいなと思います。というわけでね、今回久しぶりに警察官の制服を着させていただいたんですけれども、あのね生地がものすごいしっかりしてるんですよ。そうだから、ワイシャツとかのシャツも着るとなんかね背筋がピーンってね、そうこうビシッとねこう身が引き締まるっていうのかな、そうなんかすごいね、それぐらいね生地がねものすごくしっかりしてて、わあこれが本物の制服かみたいな感じで、今回もまた感動したんだけどさ、前回一日警察署長を務めさせてもらった時はね、一番小さいサイズの制服をお借りしたんだけど、私にとってはすごく大きくて、そうなんかすごい着させられてる感があったんですけど、そう今回はねぴったりサイズで用意してくださるみたいなので、そう、それはねすごい楽しみだなと思っています。で、何パターンかね着用できるということなのでね、それも楽しみなのと、一応ねマジシャンとしてのお仕事なので、どんなマジックやろうかなっていうのはまだ悩んでるんですけど、イベントのねちょっと詳細出たらねいろいろ決めたいなと思っています。というわけでね、久しぶりの警察関連のイベントなんですが、今までもね警察関連のお仕事はたくさんやらせていただいていて、結構ねいろんな形で警察の方にはお世話になっています。はいね、いい意味で警察の方にお世話になっております。先日はね、警察学校でマジックショーさせてもらったんですけど、その警察学校で学んでいる生徒さん400名に向けたマジックショーやらせてもらったりとか、あとはショッピングモールでの防犯イベントも何回か出演させてもらったり、あとね児童養護施設関連のイベントも警察の方を通じてね行わせていただいたりとかしてて、そうそうなんかすごいねいろいろとねお世話になってるんですよ。今回もねこういう形で活動させてもらえるのは嬉しいなと思っているのと、あとなかなかやはりこう本物の制服を着る機会ってないと思うのでね、それは貴重だなと思って、そう本当なんか警察官になったらこうなんだなみたいな感じですごい嬉しいなと思います。海外ドラマで言うと CLPD ですよね、憧れだよね警察官になるなんてね。で今回さマジック一緒にやる子とさ話をしてて、警察官の制服を着させていただきながら、マジックショーを行うんですけれども、傍から見たらね私たちのことを本物の警察だと思う人がいるのかなって、その警察の中でマジックが得意な人が演じてるみたいな感じに見えるのかなみたいな感じで話をしてて、どうなんですかね、見えるのかな警察官に。見えないか、警察官のオーラみたいなやつがちょっと足りてないよね。
なんかこう制服に負けちゃう感じするよね。なんかね、ちょっとマジックショー自体はどういう形になるかわからないんですけれども、はい、という感じで、まあ警察関連のまあイベントだったり、まあお仕事はいろいろやらせてもらってるんですけど、そう、マジシャンって本当いろんな形の仕事があって、一日警察署長やらせていただいた時もすごい思い出に残ってるんですけど、なかなかこういう機会ないからね、ありがたいね。ちなみにさ、その先日その警察学校でマジックさせてもらった時に、警察学校の生徒さんのそのパワーがすごいのよ。みんなやっぱビシッてしてるし、あの警察学校のこの校内をこうすれ違う時にこうみんなねビシッとなってこうピッてピッてやるの、すごいのよ、なんかそのパワーが。そうだからマジックショーもね、なんかやっぱ私普段マジシャンやってる時はさ、マジックを通じて皆さんにパワーをみたいな感じで思うんだけど、すごいのよ客席からのパワーが。そうだからすごいね、なんかパワフルなマジックショーになってありがたいなと。一日警察署長やらせてもらった時もさ、なんか表彰式みたいなのあったんだよね。そう、それすごい緊張したの覚えてるんだけど、今回もさ、なんかその撮影のなんかがあるみたいなので、そう、それがねどうなるのかなってすごい楽しみにしてるので、今日はねちょっとした近況動画になりましたが、引き続き頑張っていきたいと思います。というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。